大理市は中華人民共和国雲南省大理、ペ族自治州に位置する研究市。大理は雲南省中西部、海の西岸、青山連邦登録の間の平野に位置するペ族の町。雲南とチベットミャンマーを結ぶ交通の要衝であり、この地域の経済の中心地でもある。町は城壁に囲まれ、南北にそれぞれ城門がある。毎年3月に付近の住民が集まる。 公益上であったので、三月外の異名を持つ。また、大遺跡の産地であり、大遺跡の語源となっている。関代は、西南エビスの地域であり、ハニレ県が置かれた。その後南省、大理国の都の城が設置され、この地の中心地として、栄え、岩頂の首平により征服されると、大理は、諸子、不月に与えられ、以後、不月を外する雲南王国の一部となった。 1390年に、ハリ王国を滅ぼした明王朝は小生を施行、以後中原主配下に置かれることとなった。またかつての大理には海民も多く居住し、19世紀後半の大震反乱の結果成立した、と文秀によるイスラーム政権の中心地となったこともある。1949年以降は、大理県、大鳥市県、下関市が設置されたが、 1958年9月には、これらを合併し、代理士が誕生する。その後1960年に、旧県制に戻されたが、1983年9月に、代理県及び、下関市を合併し、研究市の代理士が誕生し、現在に至っている。市外混迷は西に4 0 0トルバス、高速鉄道が通っている。大理から北に1 7 0トルほど行くと、 霊校がある。代理古城、海大理大学旧市街観光地下が著しい。ありがとうございます。